島津忠明、島津忠明明治42年6月26日は、明治時代の家族。通称はまたのし旧佐渡原藩主、島津忠広の長男で、死者からの地に白尺となる。小、翌子、霞盆東洋、牧山と合した。弟に、大村墨を、西南戦争で殺軍側につき創生した、島津慶次郎がいる。島津久保の娘。 森子をめとり、子に、島津忠馬路、島津健之介、安倍正宏らがいる。昌平坂学問所で学び、明治2年に留学のため渡米し、同行した平山太郎、橋口隆史と共に、ボストン14区に居住した。明治6年に帰国し、明治12年、初代東京府若坂区長に任命され、1年間、これを務める。 明治17年7月8日に死者区となる。明治21年、コーラン女学校開校にあたり、屋敷の一部を対応する。明治24年4月23日に、父の忠宏が幕末に挙げた功績によって死者区から白尺に、小尺するが、貴族院死者区議員に在任していた時期のことであったため、明治25年に、これを不服とする者から議員資格についての異議申し立てがなされ、 結果として、議員資格を失うこととなった。一方、同年5月31日に、白尺議員の補欠選挙があり、ただあは最多得票したが、当選無効とされ、一票差の時点得票で当選者とされた、坂井忠道白尺を相手に、資格訴訟を行い、省そして、貴族院議員に復帰した。明治31年、 宮崎神宮の社殿造営を目的とした、神武天皇五皇単体再会を結成し、会長となる。明治42年に募集、忠だ丸が家徳を継ぐ。墓所は東北寺。ありがとうございます。